はい、こんにちは、マリリンちゃんです。よろしくお願いします。今日やるゲームはこちら、ライツ。はい、早速やってみましょう。それでは始める。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、始まりましたけど進まないぞ。なんだ、横にはいける。お、ちょっと待って、あれ D ボタンしか効かない。なんでだこれ、なんか壁かなんかが下にあるのかな。でもこのまま行くと壁だよね。壁です。ちょっと待って、どういうこと。矢印かな。あー、矢印だな。矢印で動かすタイプか。いや、むずいぞはい、とりあえずまあ頑張ってやってみましょう。で、扉が、おー、自動タイプですね。これなんだろう、壁？柱？があって、あ、点滅する部屋があるね。で、またドアがあるね。これ何？あ、向こうにもなんかあるけど、とりあえず近い方から行きましょう。これは？あ、フラッシュライト。よし！フラッシュライトがあればもうあとはね、何もいらないですよ。あ、結構明るいぞこれ。お、いいねいいね、すごい明るいタイプのフラッシュライト、助かる。ちょっと操作がね慣れてないんで。はい、なんかありますね。これなんか張り紙かな。あ、違う、ドアを開くスイッチですね。でかいボタンでしたね。ここは何、図書館かな。階段がありますね。図書館かなんかかな。はい、見えないな。ファインドザリバー、レバーか。はいはいはい、レバーを見つけないといけないのかな。どこにある。うん、ここはあれなのかな、もう廃館になった図書館とかそういう感じのところなのかな、廃墟なのかな。はい、階段が結構いっぱいあるな。広いところなのかな。うん、至る所にこの紙が置いてありますね。はい、とりあえずぐるっと回ったけど何もないんで、とりあえず上に行きます。はい、2階に上がってもやっぱりまあ本棚、それありますよね、図書館だったら。あ、スイッチがありますね。ほい、何の音、ギーバッタン、何かが開いた音がしましたね。扉か何かが今ので開いたのかな。ただその扉がどこにあるのかが全く分かんないな。音聞いてても今ね位置関係つかめなかったな。これ何、あ、上もあんのかな、もしかして3階もある感じ。割とまだ閉まりたてっぽいですよね。綺麗な感じがするな。何もない何もないですね。うん、降りてみましょうか。降りてもさっきのとこ行くだけだよね。この辺がどっか開いてたりとかないか。んーと、何もないね。ここの埋め込み式本棚怪しいけど、怪しくないか。とりあえず最初入ってきた方とかに戻ってもいいのかな。
もしかするとね、何かがあるかもしれない、ないかもしれないどうかな。なんかね、カッチャっていうのは多分今自動で閉まってる音だよね。ないか。でもここ行くと外出ちゃうよね。そうだよね。特に変わったとこない。やっぱりあの中か。どこにあるんだろうな。この辺は、変わりはないですね。ここまでホラーっぽいことは、まあ廃墟なんでね、ちょっと廃墟探索な感じは出てるけど、ホラーらしさはないですよね。あ、見つけたぞ。ここか。あ、また階段があるんだ。これちょっと長いよね、階段が。あ、いよいよなんかホラーな展開してきたか。これ点滅してるぞ。で、奥の方が光ってるか。うん、から、あー、やっぱ3階なんだな。オッケー。え、なになに、ドックンドックンに出した。なんで急にどうした？はい、よし。あ、ちょっと待って、後ろなんか来てる？終わった？はーい。いや、お化けの姿とか一切見えないけど、雰囲気ね、最後すごい、ちょっと、ゾクゾク来ましたね。はい、面白かったです。といったところで、今回の動画をおしまいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。